よし、今日もメインストーリーを進んでいきましょう。忌憚な、御影と、うん、攻略に向かいましょう。僕が DPS で、ヤシトラはまあ、入れておかないといけないし、となると、外れるのはやっぱリーンか。リーンというか、ミンフィリアか。あれ。手のかかる子ね。手のかかる子ね。うん。兵器アイテムレベルが380だからまあ、ちょっと慎重はしてないんだけども、まあ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 、なんとかいけるんじゃないかと、思うんで。いいね。うん。行きましょう。うん。よっしゃよっしゃ。なんか久しぶりだな、このダンジョンって。ドゥーヌメグだっけ？ドゥーヌメグか。あそこ以来か。はあ、ははあ。ロンカの、え？ほうほうほう。ロンカの遺跡ね。うん。いいね。FF5 のあのピラミッド思い出すな。あんな感じかな。あれ？いいよね。うん。問題ない。じゃあまずとりあえずは食事をしましょう。食事をして、イギを呼んで。うん。いいね。よし、行こう。うん。ここは結構長いのかな。結構今までのダンジョンだと、このフェイスシステムで進むと結構な時間がかかっていたけども。行く！うん。うん？その目で捕らえし者に、うん。その目で捉えし者に、あ、こういうことか。ははははは。これちょっとさ、フライングメッセージもう少し遅くならないかな。うん。で、こうか。まあ、例によって多分僕が攻撃を加えなくても勝てるレベルのものだと思うんだけども。うん。それをやってたらちょっと時間かかりすぎるからな、攻略に。ははは。で、右から来たら向こう側に行けばいいわけか。いかんぞ。ほんと遅いな。で、ちゃ。こうだ。ちょっと、めちゃめちゃ硬いんですけど。うん。やしたらそこにいるとまずいぞ。み、うん。あと、そんなに効かないか。うん。やっつけるわよ。うん。サイオンズ、ファウル。うん。よくわかりませんが。サイオンズ、あ、こうなったら向こうに行けばいいのかな。これさ、フライングメッセージ早いのもあるけどさ、漢字とカタカナだから余計分かりにくいんだけど。フォーカスターゲットの練習でもしとくか。こうか。うん。OK。フォーカスターゲットやってもな、あんま別にこっち側でもよかったんだ。こういう風な形でも。うん。宝箱は僕しか取らないわけだから、そこら辺はちょっとちゃんと見ていきましょう。バンペイたち。これが、防衛システムってことか。うん、いいね。マップも一応開いていくか。まあ、開けなきゃ迷うようなほどでもないと思うけど、どうせ一本道でしょ。うん。どっちだ？こうか。まあ、あ、そうか。このアウトバーストって結構、使っていった方がいいわけですよね。全然使ってないもんな、最近。このアウトバースト。これは、威力が90か。90で。うん。まあ、使いどころはどうなんでしょうか。タンクが、ターゲットしてる敵に、ターゲットか。うん。ちゃんとやっていきましょう。ターゲットが、というか、視線が来るな。視線というか、敵視が来るな。うん。やっぱ時間かかるな、これ、ダンジョン攻略は。よしよし。最近やるとしたら、ほんと低レベル帯のフェイトに行ったりする程度なんで、ちょっとここら辺のバハムトとか忘れちゃうわ、なんか。それにこの、なんだっけ、フィジックか。フィジックがこのレベル帯になったらもう、意味をなさないってのは分かってるんだけど、やっぱ、その、低レベル帯のフェイトかやってると、どうしても使うんですよね。どうしてもその癖で、使っちゃうわ、なんか。で、ドットをまず入れろと。で、こうだ。
一匹一匹ちゃんと倒していきましょう。時間かかるな、やっぱ。宝箱ないよね。うん。宝箱はちょっと見逃したくない。結構、使えそうなやつも多分このレベル帯だったらあると思うし。あ、またか。ちょっとここはじゃ、邪魔だな、チーズが。うん。ああ。めちゃめちゃ効いたんだけど。危ない危ない。うん。ちょ、一瞬どうすればいいかわからなくなったわ。いかんな。うん。だから、これさっきと同じだから、こうでいいか。ああ、いいか。結構みんな食らってるな。僕さっきめちゃめちゃ食らったんだけど、あれは、つまり両方のやつを食らってしまったってことかな。てか攻撃しろ。うん。まあ、そんな感じでいいんじゃないでしょうか。これは、こう来てこう来てるから、こう来て、ここでいくか。うん。全然違った。っていうか、普通にここでいいのか。なんか分かりにくいな。いかんぞ。違う。ああ、もったいない。いかんな。全然集中できてないぞ。これまたこっちか。あれ違うじゃん。まあ、いっか。うん。よしよし、どんどん進んでいきましょう。宝箱は特になしと。道中でこういうギミックもあるんだ。あったっけ、今まで。あれ、なんか宝箱一個もないぞ。そして最初のボスと。うん。フォーカスターゲットをしておきましょう。多分見ることはないけど。見ることはないというか、見ようと思ってるんだけども、忘れてしまう。ん？万兵、万人。ロンカ神話の巨人を模した存在のようね。サンクレット。5。よし。で、お？あれ、こんな音楽だっけ？うん。違う、間違えた感じで。あ、これやればいいんだ。よし。こいつはどういうギミックを使ってくるのか。フライングメッセージもちゃんと確認しておかないと。見逃すだろうけど。ドットも入れておきましょう。あ、この音楽か。ちょっとアレンジされてるのかな。はい。あれうん。だからこのフォーカスターゲットを見ろと。フォーカスターゲットを見るのもそうだけども、味方の、行動を見れば、次どこに行くべきかってのも分かるわけだから。うん、こっちか。うん、違うね。なんで。うん。いかんな。今のはどうすべきだったんでしょうか。うん。ちょっとよく分かりませんが。うん。熱戦が来たら、うん、特になんというか。ちょっと待って、下ばっかり見てどうも。見られないわ。敵のところ。いかんな。こっちか。よしよし。味方のところを見てれば大丈夫と。わかった。そして近づくなと。タンクの前には出るなと。こっちもまずいと。全然何もできてないぞ。よし。そしてドットがちょっとまずい、何もできてない。うん、まあ仕方ない。久しぶりにやるわけだから。ヤシトラさんどこ行った。あれ、なんかヤシトラ前に出てない。大丈夫ここ。まあ大丈夫なんでしょう、わからないけど。でドットもちゃんと出たいところだけども、今のはただの全体攻撃と。ただの全体攻撃というか。ここで沈んでもらう。あ、リミットブレイクとは違うか。リミットブレイクとは違うかっていうか、ね、溜まってる。今はダメ。まずい。うん。リミットブレイクはどんどんと打っていきましょう。よし。あれ、ターゲットが外れていると。いかんぞ。今までで一番まずいんじゃないかなって。今までで一番まずいんじゃないかっていうか、やるごとにどんどん下手になっていくような気がするんだけど、最近。やばいですね。もうちょっとこのダンジョンとかちゃんと行かないとダメだな。
人でもフェイスシステムでもいけるようになったわけだから、勘というものを、維持しておかないと。でドットもまあ入れておきましょう。まだあるかな。皆さんはヤシトラ、どこここかこんなんさ、普通にプレイヤーさんと言ったらわかんないよね。どっちまあいいんです、死ななければ。で部員が、部員がね、で打っておくか。あ、全然効かないな。よしよし、まあそれでも特に問題なく最初のうち食らってしまっていたけども、いけるね。なんかタイタンっぽいなこいつ。なんかこんなやついますよね。ヒーラーヘッドバンド406。じゃあここでもう次の装備揃えるってのもありか。っていうかもう本当にレベル80になってしまうし。洞窟の奥から何かが聞こえてきた。地震、いえこれは違います。この揺れは、たくさん来た。よし、いいぞ。宝箱は特にないと。道中に宝箱ないっけ。結構少ないな。ヘビ、サンクレット、僕が近づかないとサンクレットも動かないんで、こうするしかないと。結構大変だな、やっぱこの雑魚戦の処理が。ここら辺はもうほんと全カットでいいかな。いいよね別に。よし、やはりこの揺れ音波によるものかと。音波、あこっちか。宝箱はなしだ。その音波を発してるやつがラスボスなんでしょうか、このダンジョンの。ははは、いいね。あれ、で宝箱、レンジャーリング、レンジャーリング、ああ使えんな。あ、これ水が張ってんだ、いいね。素晴らしい。よし、他に行ける場所はないか。さあ、いいね。叫び声、ウリエンジャー特に何か、ないと、特に言うことはこのアクロバットちょっと多いんだけど、今さら気づいたけどさ、このエンキンドルバハムート3発撃てるようになってる。あ、無理か、なってないか、なんかギリギリ撃てないな。でも今までよりかなりなんか時間が早く進んでるような気がするんだけど、気のせいかな。わかりませんね。よしよし、叫び声の主は近くにいるようだ。ヒーラーか、何かが封じられていますね。アーリマン的なやつかなんかまた、ほう余計なことしてきそうだなこいつ。野生生物が御影堂の気候で囚われていたようね。他には、とりあえず、フォーカスターゲット、フォーカスターゲットもう少し真ん中の方がいいかな。よし行けよしで、アドルがまだ溜まっていない。いいか。でアドルが溜まったのでこう来て、とりあえずフライングメッセージ、フライングメッセージは見逃さないようにやっていかないと。あとはなんつったらウェイ全体攻撃か。 OK で、3発はちょっと無理か。本当に発動させて直後ぐらいに放てばなんとか3発いけるのかなとは思うけども、ちょ痛いんですけど、なにそっちそっち行くの。なんかヤシュラがずいぶん前に出るな。
あんまり、うん、ここまで出番が少なかったから出たがってるのかな。はははちょっと待て待て待て、混乱してきました。うん、まあいつものことだけど、こうきて、こうか、うん、やっぱ硬いな。これは交互でいいんだよな今更だけど。でドットも切れそうなので、ははは、なるほど。でこれが倒れてくると次のターンぐらいに、ターンぐらいというか、ここやばいよね多分。うん、どっちに倒れるかね。OK、ドットが切れてる。あ、まだか。よしよし、いいぞ。いや、そんなに、あ、無駄なことした。今んとこそれほど強くないな。こうやって、こうやって、うん、ルインが連発の時間が来たらベスプレイヤーと、うん、あ、間違えた、うんダダをこねるな。やっとっか、よし。で、こう来て、こうだ。速攻、ん、どこ行くの、どこ行くの、うん、あ、また間違えた。何やってんの、さっきから。はあ、ははあ、あ、ちょっと遅かった。特に厄介なギミックがあるとかそういう感じもないな。あ、遅かったか、やっぱ撃っとくか。あ、で、リミットブレイク溜まってるんだから撃たなきゃ。ヤシトラ撃たないな、案外。溜まったらもう即打ちぐらい、うん、即打ちぐらいの感じかなと思ったけども、そこら辺は僕に譲ってくれてるんでしょうか。これやなきゃ、うん、いや、どんどんとリミットブレイクは NPC さんでも打ってくれても構わないんだけどな、僕的には。え次そっち行くの、その前に出て大丈夫なのこれ。あ、もったいないことしてる。特にまあ、ウリエンジェの回復も手厚いし、負けんぞこれなら全然。うん、いけるでしょ。よしよし、アーリマンか。うん、毛が生えたアーリマンと、うん、でまたヒーラーか。耳がいいのも考えものね。ああ、ミコってだからか、やっぱ。この水の中を進んでいくんでしょうか。あ、もうほんとあとはラスボスだけか。いいね。うん、ラス、お、あ、洞窟を抜けて、洞窟というか、あ、ここが大被爆か。ラクティカ大被爆、目的の場所まで来たよね。ん、問題は大罪食いがいるかどうかですか。あ、そっか、大罪食い倒しに来たんだ。大罪食いってこのダンジョンのラストにいるってことでいいのかな。まあ、最初のなんだっけ、最初のダンジョンでもダンジョンの最後に普通に大罪食いにいたし、ということはティターニアが例外だったのかな。これあれ、ちょっと待って宝箱とかなかったよね、あったかな。あ、でも罪食いか、こいつら。あ、そいつか。 OK、野生型も罪食い。このあた、うん、ここは当たりのようね。あはは。大紬の、住みかと考えて良さそうだな。僕も攻撃しろと。あ、ゴリラか。あれ、こいつらはターゲットできないんだ。あれ、できないよね。邪魔だな。ディフェンダーサッシュ。こいつらか。こいつらを倒せば、だいぶ進めるんじゃないでしょうか。よし。めちゃめちゃ暑いんだけど、ちょっと。なんか急に暑くなったよね、ここ数日で。実況には辛い時期になってきた。さてさて、ん？フォーギブンフラッタリー。ん？フラッタリー？なんだこれ。猫か。山猫的なやつか。なるほど。うん。まあ、とりあえずこれをこうして、あ、でもドットをまず入れなきゃ。ドットを入れて、バランまくと。
うん、アウトバースト、アウトバーストなんか、うん、使う場面がなんかあるのかな、やっぱ僕の使い方がまずいのかな。あ、ま、間違えた間違えた、お見せしましょう。うん、うん、何だったんでしょうか。あ、また撃ってなかったし何をやってるんだ。よしよし、うん、宝箱なんか召喚師に使えるような、うん、出ないか。召喚師向きのものは出ないのかな。そんなことないよね。お、あ、いいね、うんここか。え、これ大積食いとの戦いになるのかな。用意、あれ、え、もう30分経った。ま、飲んどっか。うん、ああ、え、なんかいるぞ。ああ、あ、これが大積食いなんだ。ああ、3つの頭があって、猿のような犬のような、なんか言ってたな。エロス。なんちゅう名前だ。ダンジョンのボスとして出てきて、出てくるのは、その1回1回違うのかな。というか、最初がダンジョンのボスとして出てきて、2回目が、ティダーニアちゃんだから、次もやっぱ、4匹目は、万神戦扱いになるのかな。うん。まあ、とりあえず行きましょう。違う、フォーカスターゲット、フォーカスターゲット、うん、エロース、なんかロマンシングさが思い出すな。あの、こういう樹海の中にあるピラミッド。まあ、とりあえず行きましょう。サンクレット、ん、ついに見つけた森を支配する大積み食い、森の進行を脅かす忌まわしき獣、うん、サンクレット、君は特に感想はないか。よし、行け早く行ってくれないと。これ僕が、うん、よし。で、まあ、とりあえず打ち込みましょう。うん、これも打っとくか。あ、そっかそっか。うん、引き裂き、うん、ガルーダのサイズも後で変えておくか。あれ、 やってなかった。なになになに、あ、繋がれた人が、そっかそっか、離れないとダメなんだ今のは。なるほど、沈んでもらう、うん、理解したぞ。あれ、僕今何やった。あ、これか。とりあえずウリーエンジェルの近くにいるか。回復が届かないとのが一番まずいし、うん、バイパーポイズン。全然動けてないんですけど、吸引、吸引、あー、で、ここら辺でいいのかな。とりあえず攻撃しろって話だけども、で、逃げると、うん、これはでもあれか、剣術までなんとか対処できるか多分。そしてドットを入れろと、うん、引き裂き、これはなんだっけ、うん、よくわからんな全然攻撃できてないぞ。よし、ドットはまああるか。うん、うん、うん、ウリエンジャーなんかおかしなことになってるけど、あれちょっとウリエンジャーさん、ウリエンジャーさん、まずいんだけど、うん、で撃つと、うん、これは離れなきゃいけないですよね多分。これ以上は離れられない、うん、よし、まずいまずいまずい。とりあえずウリエンジャーの近く、ウリエンジャーの近く、よし、これは別に離れていればいいわけだよね、サンクレットから、うん、全然ドットも入れられてないしな。で、またあれか、吸引が来て、剣術魔、剣術魔、これでおそらく大丈夫でしょう。うん、あ、間違えた間違えたエーテルパクト、あー、ちょっとエーテルパクトもったいなかったな。うん、引き裂き、まあ、これはまあちょっと離れてるかっていうか、ウリエンジャーどこだ。なんかみんな固まるよね。え、そんな敵の前で固まってて大丈夫なの。あ、またか。これは距離があった方がやっぱダメージも、うん、
少ないわけだよね、多分。わからないけど。で、ドットが切れてると、うん。さあ、次はなんだ。いやー、皆さん。皆さん。うん。怖い。覚悟してちょうだい。うん。で、全然、攻撃ができていないんだけども、守ってみせる。うん。頑張って。もうそろそろリミットブレイクがたまりそうなんで、ちょっとたまったらヤシュナが打つかどうか確認するか。で、打たなそうだったら自分で打つか。ヤシュナさん、あ、これじゃあヤシュナ打てんか。打っとくか。よし。あれ、これ入ってるよね、範囲。うん、いいね。13万も効くんだ。いいね、素晴らしい。ドットが切れてる。今回はそれほどなんか難しい感じでもないな。HP の感じからして、これ以上別の攻撃が来るというような感じでもなさそうだし。うん。で、剣術魔はないか。吸引があるわけでしょ、どうせ。ダイソンのような。うん。で、ここら辺にいれば、まあ、いいんじゃないでしょうか。一ボスより全然楽だな。一ボスというか、なんだっけ、ホルミンスターか。ホルミンスターのあいつより全然楽だな。まああれはちょっと慣れてなかったってのもあるしな、うん、ほんとドット忘れるな。大丈夫か、召喚したよな。あ、これ尻尾がヘビになってるんだ。V 破壊とかできないから。うん、V 破壊はできない。それはモンスターハンターのコラボも全然やってないしな。あ、これは離れた方がいいわけだよね。うん。全然回復しない。もうちょっと回復のある、回復できるポーションとかないんでしょうか。うん。ちょっとまずくないですか。いけるかな。うん、間に合うか。よし。いやでもこれはこいつは簡単だったな。っていうかダンジョンもあれ、でも食事効果が30分以上、30分以上というか30分で切れてたか。あ、ここでも黙祷なんだ。自分が思っているよりも時間が早くかか、時間が経つのが早いということなんでしょうか。まだ15分ぐらいしかやってないような感じなんだけど。